は鉄釣りでございます。ここは JR 西日本東側の兵庫県の東側にある駅ですね。 JR 尼崎駅となります。東西線とそれから福知山線の方面に行く電車が各それぞれこの駅から分かれて分岐して運行しているという風になります。はい、ちょっと今日は調子が悪いですね。さて、向こうからやってきた快速電車は大阪行きです。この電車はそのまま東海道本線に入りまして、次に立花じゃないな、大きなダイヤ乱れというわけではないね。神戸線にしては少ないんですけど、まあ、比較的大きなダイヤ乱れがありまして、この快速電車福知山線はあまり影響を受けていないとはいえ多少の遅れはあるようです。いい音を響かせながら発車していきます。207系電車です。こんな尼崎駅を1番線から8番線、この4つのホーム、8つの番線を見ていきたいなと思います。この6番線の電車が行ったら1番線から順々に見ていこうかなと思います。この電車は区間快速東西線の方に入ります電車です。おそらく同志社前って書いてあるね。同志社前行きだそうです。ここから同志社前行きが出ているのはすごい面白いですが、京都府の方に入ります電車です。321系で運行されております。ではこうやって登ってきた番線が7、8番乗り場です。尼崎駅には面白くブックキオスクといって本屋さんもあります。不思議ですね。それからうどん、そばまの福知山線、それから三宮姫路方面、下り方面の電車はこちら側、そして東西線、東側、大阪、それから京都方面の電車はここから見れるようになっています。この尼崎にはスリーコインズもあるのか、すげえな。1、2番乗り場、尼崎から兵庫県の西の方、姫路の方へ行くです。1番乗り場は主に、西の方に行く電車の特急、それから一部の特急ですね、それから新快速電車がやってまいります。この電車は尼崎を出ると芦屋、三宮、神戸、明石、明石から先西明石と止まって加古川、姫路かな、うん、に止まっていきます。この新快速というのは JR 西日本で一番なんていうんですかね、早い優等種別となっております。特急を除いてね。さて、新快速姫路行きが発車しました。分かりやすいように言うと、この新快速というのは関西でも爆速特急と呼ばれていまして、まあ、特急料金がかからない特急と思っていただければいいでしょう。東京、上野東京ラインとか湘南新宿ラインの爆速版だと思ってください。そしてこの1番線の方には JR 尼崎駅、立花塚口方面、鹿島塚本方面と書いてありますが、こっち側はですね、基本的に JR 神戸線、姫路方面に行く列車が主ですので、このようにラインカラー青色がなっています。ですがこちら側、奥に2番線と書いてあるのが分かると思いますが、尼崎、鹿島、塚本、立花、塚口は一緒なんですが黄色に塗られています。この黄色というのは、ラインカラーはですね、福知山線のカラーとなっておりまして、あそこにも尼崎、黄色の表示がなっています。さて、やってきたのは207系電車、普通電車の新三田行きです。この電車は高槻、京都を始発として、JR 京都線内を走行し、途中大阪から JR 神戸線に入りまして、尼崎から福知山線に入る電車です。この電車は新三田駅じゃなくて宝塚駅でした。新三田駅ももちろん走っております。さて、特徴としてこの2番線、3番線は、福知山方面に行く福知山線を経由する電車がここに停まります。奥に見える207系電車、この2本並んでるうちの右側ですね、そちらが JR 神戸線姫路方面に行く普通電車と、快速電車となります。ですから山手線、京浜東北線は一番、右側に今止まっている電車ですね。
でそれからですね、常磐線とかそっち方面に行くやつはこの宝塚線の方2番乗り場とそこの3番乗り場、でそしてですね、上の東京ライン湘南新宿ラインみたいなあの早いやつはこの1番乗り場から発車する、そう思っていただければ関東の皆さんにもご納得いただけると思いますが、さて今度奥にやってきた電車は快速電車ですが、あれは京浜東北線だと思っていただければ幸いです。京浜東北線が手前にいまして、奥にはあれどうなんだろうな、山手線とかそういう部類に入るのかな。基本的にこの快速電車はここから JR 京都線そして琵琶湖線の方面に行く電車です。一部湖西線の方に乗り入れる電車もありますが、基本は米原方面に向かう電車としてここは発車していきます。ですがここの面倒くさいところはですね、東西線という厄介なものがあることです。東西線は山崎を出ると大阪へは行かずに大阪の南側北新地、聞いたことがある方多いと思いますが、北新地を経由して京橋どっかあの辺ですね、あの花店という難読駅名もありますが、あれ関東の人読めないらしいです。あの花店というところも通っていく、そういう東西線、それから学研都市線ですね。昔は片町線と呼ばれていましたが、現在では学研都市線と呼ばれております。後ろには最新鋭の225系電車が積まれていますね。しかしあれは0番台なので、意外と最近のやつの100番台とはちょっと異なるようです。さてひっきりなしに電車がやってきたり来たり、止まったり、そういう風にする駅ですが、今度2番線にやってくる駅を見てみましょう。2番線にやってくる駅ではありません、電車でした。次は何が来るかな。区間快速ですね。区間快速の笹山口行きです。そう言ってたらやってきました。あれは3番乗り場から発車する福知山方面に向かう電車です。先ほどここにやってきた電車というのは、実は大阪始発だったんですね。これ塚口の方に行くやつなんですが、これは東西線の方からやってきて福知山線の快速方面で塚口まで行くと、またまたこれまたびっくりするようなダイヤ運行上になっているのですが、この複雑な動きはなかなか見ることができないですよね。関東なんかでは複雑すぎて本当に泣けそうなぐらいです。そうですから、兵庫県の 北の方に行くのも、南の方に行くのも、そして大阪府の方に行くのも、大阪の南の方、そして京都の南京都の方に行くのも、この電車、この尼崎を絶対に経由するということです。東西線、宝塚線、学研都市線方面と、JR 神戸線、京都線、琵琶湖線、それから JR 神戸線の姫路方面、大阪より集約駅かもしれません。塚口はこの尼崎を出て一駅先です。ですからここで折り返しはせずに塚口で折り返してまた戻っていくんでしょうね。僕の予想、ダイヤを見てあこうだなと思うことなんですが、この電車は快速塚口行きとして福知山線を走行し、塚口その次の駅まで来ます。そこで折り返しを行いまして、そして反対方面、折り返しを行いまして、この尼崎にまた戻ってきます。そこから東西線が京都市線方面に入る、それで多分区間快速かなんかで、ですね、学研都市線の終点駅です。そして奈良線の終点駅でもある木津駅、京都府にある木津駅というところまで行くのかなと、勝手に思っておりますが、結局のところどうなんでしょうか。さて2番線にも電車がやってきました。この電車は昔丹波寺快速で、なっていまして、2年ぐらい前のダイヤ変更かなんかで区間快速というふうに、日中は名前を改め変えました電車です。区間快速笹山口駅です。笹山口というのは福知山の少し手前の方にある駅なんですが、笹山口で福知山線の運行系統というのは別々になっておりまして、笹山口を通過してその次に行くような電車、それは特急のみとなります。この電車は発車まで少し時間がかかるようですが、どうなんでしょうか。この電車は兵庫県の中でもかなり田舎者の人たちを乗せたものになります。今回の動画結構皮肉言ってきますので、その皮肉にいちいち反応してあのアンチみたいなコメントを送らないようお願いいたします。まあ、それはさておき、兵庫県の田舎の方に行くね、田舎民をね連れてこの電車は尼崎から笹山口へ向けて発車していきます。もちろん土曜日ですから、観光そして帰省客もいるかもしれません。特に本日そして明日は天気がいいのにね、もしかしたらレジャーお出かけなどで来る方がいるかもしれません。珍しく笛を吹いてくださいました。電車は発車します。そうそう言い忘れてました、この G というものがですね、基本的に笹山口の方に行くような電車、G は福知山線、そして H は東西線、学研都市線方向の、略語と言っていいのでしょうか。外国の方にも分かりやすく見やすく、そしてねユニバーサルデザインっていうんですか、なんか分かりやすくなっているそうですよ。 JR 西日本ではこれをアーバンネットワークと称しまして、その中にはいろいろなものが組み込まれております。
A、B、C、D、E、F といろんなものがありますが、尼崎は基本副都心みたいな感じで考えられてるんですね。大阪の次にちょっと栄えてる場所というふうに考えたらいいんでしょうか。本当は京都も栄えているんですが、大阪から、まあ、2駅とすぐ近くにありまして、それで意外と栄えてるんですね。ですから大阪と同然とも言えるでしょう。1、2番線来ました。次は3、4番線です。3番線、4番線から発車する列車は多数ありまして、須磨、西岡市に行く普通電車、それからですね、宝塚、塚口に行く区間快速と普通があります。こちらも下り方面、ここは3番線、4番線でまたまた分かれておりますが、電車には上りと下りというものがありまして、基本的に大阪、そして東京方面に行く、東側に行くやつですね、それを上りと言いまして、西方面に行くのを下りと、一般的にこの辺りの地域では言います。仙台やそれからまた北海道などではまた変わってくるそうですが、ちなみにあちらの東西線方面に行く電車は、上りと称されることがあります。そうです、上り方向があっち、そして下り方向があっちになります。ではもう一度おさらいしてみましょう。1番乗り場は姫路方面に行く新快速電車、特急電車です。そして2番線、3番線内が映っている2本の線路ですね、こちらが福知山線、JR 宝塚線の方に行きます電車となります。そしてこちら4番線、先ほど止まっていた須磨行きが止まっておりましたが、そういう電車はですね、この4番線から発車する電車、姫路方面、 JR 神戸線の兵庫県の南の方ですね、行く姫路方面の、普通電車、そして快速電車となります。そしてこのここから発車する、西方面の、快速電車というのはですね、途中西明石という駅がですね、複線になるにあたりまして、そこから普通電車として運行されます。でここで見える普通電車というのは基本西明石までしか行きません。西明石で折り返してまたこっちに戻ってくると、そういった感じです。さて、ひっきりなしにやってきますが、今度も普通電車の入線です。この電車は西明石行きとなります。基本西明石行きの電車はですね、JR 東西線の方から、日中は出てきます。その電車が基本西明石行きになりますが、ダイヤ時、ラッシュ時ではですね、ダイヤが少し異なる、そういったものもあります。207系電車西明石行きです。おっと、奥の方には桃太郎 EF210 電気機関車が走っております。そうです、尼崎駅はですね、貨物、そしてたくさんの電車を見ることができるわけですが、もちろんこちら側にも先ほどの一番乗り場にも、貨物は通ります。そしてですね、貨物、特急、それから、新快速などの停車駅が少ない電車はですね、先ほど言った1番線から発車します。これは普通電車321系で運行されています、高槻行きです。朝の時間帯は京都行きなんかも目立ちますが、これは高槻行きのようです。言葉にしづらいと分かりにくいんですが、日中は宝塚線から発車して、宝塚線から JR 京都線方面、そして、JR 東西線方面から JR 神戸線、姫路方面というふうのが、最近のダイヤというんですかね、ダイヤ設定の上での基本的な運用になっておりますが、ここが3番乗り場、4番乗り場となります。先ほど見てた新快速電車がまた来ましたね。あれも姫路方面へ行きます。西明石は比較的僕の地元でもありますので、いくつか動画を出していますから、そちらも見ていただけたらなと思います。そうそう、ここで少し豆知識というんですかね、お話ですが、画面の右側と左側に同じような形式の電車が止まっていることが分かりますが、右側と左側では、ある箇所がいろいろと違うところがいっぱいあるんですよね。左側にあります、電車207系電車はですね、少し新しいイメージになっておりまして、この電車は、最近リニューアル工事というものをされました。ですから右側に映っていますあちらですね、右側に映っています207系電車から左側に映っている207系電車へ少し変えたわけです。さて、そうしているとあちら側に見えるのは AS シートと呼ばれる電車です。あの AS シートは乗車着席料金を多少払って、行けば、電車に乗るということができるんですが、現在指定席化がどんどん進んでいきましてね、緑の券売機なんかで指定席を買って、新快速に乗れるということです。もちろん新快速が特急より速いと呼ばれるまでに速すぎますから、あって当然だと思うんですけども、
あれを無料で運行してくれている JR 西日本には本当に感謝です。さてやってきたのは321系電車で運行されます東西線の、これの電車は、新三田方面かな、塚口の方かな。電車のこの側面の行き先は 40km 以下でないと表示されないんですが、宝塚駅でした。 G 普通宝塚駅と書かれております。では今度は5番乗り場、6番乗り場、7番乗り場、8番乗り場、大阪、京都方面に向かう電車を見に行きましょう。今このようにホームの方を見てみるとあることが分かったと思いますが、先ほど3番乗り場に到着した福知山線に行く方の電車からこちらに乗り換える、そういった作業が行われていることが感じ取れるといいんですが分かると思います。このように接続が取られてしっかりしているというのも関東の京浜東北線、山手線みたいなやつとは違いますね。本当にね、一回京浜東北線、山手線の乗り継ぎね、見てみたんですけど本当に悪すぎました。山手線が到着したと思ったら京浜東北線がちょうど発車するという、それに対して JR 西日本には良心的なダイヤが設定されております。まあそう言っても他の私鉄との、乗り換えがあまりうまくいかなかったりとかいうところは結構ありますがね。今度は上り方面見ていきますよ。複数のホームに、同じ方面の行き先があるので、トラック1、トラック2、1番乗り場、2番乗り場と、ちゃんと書いてある。これも西明石駅と同じなんですけど、いっぱい書いてありますね。立ち往生、列車の遅れ、山陽線播磨勝原から網干間の、踏切で人が立ち往生したため、 JR 京都線、琵琶湖線の列車に遅れが出ております。さて区間快速もやってくるようですが、次は5番線、6番線、7番線、8番線、上り方面へ行っていきましょう。大きな改札口を構える尼崎駅ですが、京都線、琵琶湖線でいくつか遅れているようです。しっかりと分かりやすいように大きな文字で5、6、7、8と書かれています。次は5番線、6番線に行っています。さて321系電車で運行される普通四条縄という駅が発車していきました。この電車は西明石から各駅に停まりまして尼崎まで来た後、ここから JR 東西線学研都市線に入り四条縄という駅まで目指します。で5番線から見ていきましょう。ここには5番線、そしてこちら側に6番線です。先ほど言ったあちら側の電車と、線対称と言ったらいいのでしょうか。5番線が、普通電車ですね。で6番線、7番線が、東西線方面に行く電車、そして8番線、8番線の方に行く電車がですね、新快速であったりとかそういう風になるわけです。いろいろとこの辺は細かいので難しいんですが、さて先ほど、3番線を塚口行きで発車していった電車を見たと思いますが、その塚口行きの電車が今度戻ってくることになります。そうです、先ほど塚口まで行った電車はですね、塚口まで行った電車はですねこの6番線に再入線してくることになります。塚口で折り返しこの尼崎駅へ戻ってきまして、ここからまた東西線の、どこでしたっけ、四条縄手より先、木津というね京都府の駅まで行きます。さて京都の南の方も、なかなかの田舎ですので、この中にも田舎民がたくさん乗っていることになります。まあそんなこと言ったら全列車田舎民が乗っているじゃないかと、そういう話になりますが、この電車は関快速木津行きです。今ちょっとパッと目見逃したんだけど、トップナンでした。 EF510 の、1と書かれておりましたので多分トップナンですね。さてこのホームまた見ていただきましょう。左側から止まって停車してきた電車、右側に続々と映っております。左側5番線から発車した電車は普通高槻行きです。新快速でいうと尼崎を出ると大阪、新大阪、高槻という風に止まっていきますが、この電車も高槻まで行きます。207系電車でしたね。
さて、あちら側に停車している電車も木津行き1時間に1本しか走ってなかったのかな、木津行きは確か。ですからまあレアと言われればレア。比較的大阪駅と違いまして、この尼崎駅はですね、行き先ごとに分かれていまして、案内もね意外と確実にしっかりと分かりやすくしてくれていますので、そんなに迷うことはないかなと思いますが、初めて来た人は少し混乱する、そういった駅になるかもしれません。さて、この木津行きに接続する電車はもう一個あるようですね。さて、5番乗り場にやってくる電車は快速電車です。この快速というのは本線系統 JR 京都線、琵琶湖線方面の電車になりますが、西明石から快速、そして高槻までは快速で運転する電車です。非常に JR 西日本でも奇妙な走り方をする電車ですが、さてやってきました、左側には221系電車です。国鉄が分割民営化し JR に西日本になった頃の、尼崎駅というのを思い出させるような、この駅ですが、 JR 西日本当初は新快速ですし120キロで爆速していた221系ですが、現在はその姿がなく3つの電車が並びましたね。また面白い。ちょうど6両編成でしたので停車位置が一緒なんで助かりました。左側の221系電車、こちらはブイブイブイインバーターなどは積んでおりませんので、また独特の音を鳴らして発車していきます。おお、タイミングが悪かった。この電車は区間快速の大阪行きです。区間快速という種類が 2,3 種類ぐらいありますが、この電車は福知山線の笹山口から来た区間快速となります。あれは223系の6000番台ですね。本線では221系と並結して活躍していましたが、現在ではその活躍の場を失いまして、JR 宝塚線、福知山線やまた佐賀の山陰線などで活躍してもらっているようです。ですが223系5500番台というのもできていまして、いろいろと見分けるのが難しい種類になっております。基本的に5500番台は車内の通り抜きができる車両となっておりまして、いろいろ話したいことがありますので、それについての動画も出すつもりです。さて、この区間快速木津行きは尼崎駅でゆっくりと停車後、たくさんの接続の人数を取りまして発車していきます。本屋さんがあったりもする場所ですが、7番、8番乗り場、動画の最初冒頭でもお話しした7番乗り場、8番乗り場やってきました。ちょっとゆっくりすぎじゃね。加速しております。から見た時のこのホームは絶景ですが、この8番乗り場には新快速、特急、それから貨物電車の通過などの優等種別が停車通過するホームとなっております。6番乗り場にやってきました電車は321系電車。これまた先ほどの6番乗り場、5番乗り場でいろいろ接続なんかを行う電車です。これ左側と右側でね、こう交互に来るのでややこしいんですが、案内板を見ればすぐに分かるようになっております。おそらく車長さんが車内で、まもなく尼崎に停車します、乗り換えのご案内をいたしますみたいな感じで、尼崎の松井山で市場の宛方面に参ります。電車は、降りた方向かい側5番乗り場からの発車です。そのように案内されていると思います。さて、これまた8番乗り場にやってきます電車は新快速の湖西線経由敦賀行きとなります。敦賀というのは関西を抜けまして北陸、福井県の方に入ります。その福井県の方に行く電車で、この電車は湖西線経由、湖西線経由には B というものが割り当てられていますので B 新快速と表示されています。さて、今回の動画もいよいよ終盤に入ってきました。8番線から発車する電車は新快速の湖西線経由敦賀行きです。福井県の敦賀まで参ります電車ですが、 B 新快速途中湖西線で130キロぶっ飛ばしてかっ飛ばしてバーンってやるね電車です。今語彙力がすごい、なくなりました。もともとないですけど。さて、ホームの端に来てこのように見てみると、福知山外、福知山外、内、東西、このように書かれていますが、これの意味はですね、多分 ATS という保安装置がありますが、 ATSP 型と S 型があると思ってください。地震でもそうですよね。プライマリーウェーブと、セカンドリーウェーブだっけ、
地震の波でも P 波と S 波があるように、ATS の運行の ATS の種別にも P と S があります。プライマリーかセカンドか知れませんが、P はですね、JR 東西線とかその辺ではなく JR 神戸線とかでよく使われているもので、 S というのは基本的に福知山線とかその辺で使われているものじゃないかなと思っておりますが、どうなんでしょうか。ここでとりあえず保安装置を切り替えるということをここで行ってくださいねというのを、まあ、ここで指示しているわけです。これを忘れないようにね、これを確認しながら電車運行しているというわけです。あれどこ行きだ。四条縄手駅です。ってことは西明石始発だったのかな。ちょっと今回もしかしたら7番乗り場から発車する様子が見られないかもしれません。ちょっとそこの辺はお許しを願いますと言いたいところですが、7番乗り場に何分が来るんでしょうか。見てみましょう。ちょっとこの区間快速は時間の都合上見れないかもしれませんので、今回の動画はこの辺にしておきたいと思います。7番乗り場、8番乗り場、これで終わりです。ということでここまでご視聴ありがとうございました。また他の動画でお会いしましょう。ではさようなら。